こんにちは、アバブバイクストア須崎です。今日は、かなりニッチなことをやろうと思っています。このスラム、新しい12速のフォースの、これはクランクアームなんですけれども、この12速のクランクってもうバラしちゃったんですけどね、実は。こういう形でついています。もともと販売されていたものにはパワーメーターフォースついてなかったんですよ。で、パワーメーターが来まして、はい、こんな感じ。裏面はこういう風な感じです。で、表はこういう風な感じになってるんですけれども、これを外した時にちょっと気がついたことがあったので、今日は動画に1本残しておこうかなと思います。多分フォース、あのトップグレードのレッドの方は最初からついているもの、最初からついていないものって選べてたんですけども、フォースは、ついているものっていうのがなかったんですよね。なので、フォースで取り付けをしたいっていう風な人はこういう風な形の動画を見て、いろいろと取り付け動画をご覧になるとよろしいかなと思って、スーパーニッチな感じですけれども、1本取っておこうと思いました。で、僕がこれチェーンリングはまあ別として、これここにこうネジの穴ありますよね。で、結構 1,2,3,4,5,6,7,8 個、前回は3つ、 T25 っていう規格の、ボルトの頭がついた、規格で、それをこうグッと締めていってた、そうトルクスネジで、それがこれを見て思ったんですけど、スラムなので同じ T25 かなって思ったら、よく見たら T20 って書いてあるんですよ。しかも4ニュートンって書いてあるんですよ。4ニュートンか、4ニュートンって手で回るはずなんですよ。なのに回らなかったの、さっき回らないから、あ、なるほど、またこれかって思って、何がこれかというと、これ T20 の、ソケットなんですけれども、この T20 のソケットは普通だとあんまり使わない。で、なぜこれを使ったかというと、 L 字の T20 とか T25 この部分を L 字でね、 T20 で回すと結構邪魔するんですよね、いろんなものが。力も L 字で座りが悪いから、こう指2本でこうかけて、こう普段だったらトルク管理してるんですけど、T20 今持ってきます。はい、これです。最初に、T20 を見た時に、T20 持ってるけど、これ一応 T20、 ここに T20 って書いてあるんですね。で、まあ、こういうものを使ってネジがこれなんですけど、このネジのところにここ青くなってるの分かりますか。これ嫌気性のグリースって言って緩み止めなんですよね。で、この緩み止めが効きすぎちゃうと、全周に回ってたりとかするともうそれだけで途中でクックッてネジが食いすぎちゃって、で、正直これだけでトルク管理ってもう非常に難しいんですよ。なので僕はこれに頼るのをやめました。で、これで締める方だったらまだ力かかるんですよ、自分の手前に来るから。リリースする方って、ね、結構力かからないんですよね。なので締める時には怪我しないけど、リリースする時に結構自転車メカニックって怪我するんですよ。で、もともと自転車工具によく使われてるの、T25 と T20 全然サイズが違うんですよね。このぐらい違うものだから、もうこれは太さも全然違うじゃないですか。だからこれに頼っちゃいけないなって思って、新たに工具を導入して T20 のソケットタイプで、このソケットタイプであればこうやってハンドルをねつけて
ラチェットで回すことができるので、まあ、非常に使いやすいんですよね。でこの使いやすいものをやっぱり工具使った方がいいと思います。ましてやパワーメーター入れるっていう風になってるので、パワーロスになっちゃったらパワーメーター入れてってもあんま意味なくなっちゃうので、そこのトルク管理ってやっぱりすごく大事なんですよ。でこれを裏返した時に、はっ T20 って書いてある、 T20 って書いてあるっていうのが分かったので、慌ててそれを買ってきました。あとこのこれですよ、この外側には何もボルトのネジ山が出てない、ネジ頭出てないで、こっち側だけで締めるタイプ、もう最近はシマノもフォーアームでみんなこうなってますよね。でここもこういう風な作りになっています。ここにインナーのチェーンリングを入れてこう締めるような感じなんですけれども、こここういう風になってます。でこのネジ、このネジも T25 がすっぽり入ってなんとなくかかるんですよ。でもガタがある、 T25 じゃないんですよ、 T30 なんですこれこれはね書いてないのどこにも。だから T30 使った方が、いいです。 T30 ぐらい太ければこうしっかり食いますので、これは L 字でもいいと思うんですよね。ただ T20 と T30 全然やっぱり違うでしょう。なので太さが違うっていう風な部分では、あの適切なトルク管理がないと厳しいし、そもそも何のためにパワークランク、パワーメーター入れてるんだっていう風なところでもあるので、あのこの辺りはちょっとご紹介しておいた方がいいかなと思って1本取っておきました。僕はこの部分、この真ん中の部分は T20、 外側のこの部分は T30 で締めています。でもともとねこれパワーメーターユニットが入っている箱にはこのクォーク製なんですけれども、新しいこの8本の腱基性グリスが塗られた T20 のトルクスネジ、それとこれ、これはこれは多分、シングルスピードで使う人用のネジの押さえ、反対側の押さえですね、はい、これはシングルスピード用です。もう一つの袋はこれはフロントダブル用のネジ、やっぱりこれ見といてほしいんですけど、これ外したやつなんですよね。これはもうネジ頭、あのネジのスレッドに何も腱基性グリスが残ってないんですよ。でこの腱基性グリス、これグリーンのやつが今ついてるんですけれども、やっぱり新しいものを使ってくださいっていうふうなことなので、そうじゃないとパワーメーターのパワーロスしてるっていうふうなところだったり、異音が出たりする原因になりますので、必ずこれを使ってあげてほしいですね。でもともとこう使ってたものはこういうふうな形で一応まあ残してはあります。ただまあ比べてみて、やっぱりあこれはあのこういうふうな形で腱基性のグリス残ってないなっていうふうになるのが分かったので、これは一応舐めた時の補助としてここに腱基性グリスを塗ってリカバリー用に一応持っておこうと思います。で必ず僕は新品の方を使います。でそう、このクランクのね、ドライブ側の部分でリリースするんですけれども、ここがネジのかかりが結構浅いんですよ。ここまでしか入らない。そのうち、1センチぐらい内側にオフセットしてるから、実際にかかってるのはこの辺までなんですよね。なんで1センチぐらいしかかかっていないって思ってほしいんですけれども、ここ結構舐めちゃうとえらいことなので、ここ1センチしかかからないところにかなり強い力で締めたりリリースしたりっていうふうなことを行わなければいけないんですよ。でこれ結構もう消耗しているヘックスなんですよね。消耗してくるとどうなるかっていうと、結構ね
丸くなるんですよ、周りが。そう、何が言いたいかというと、かなり強い力で締める時っていうのは、その工具を信頼しないとそこまで力入れられないんですよね。いい工具を使えって言ってるんじゃなくて、摩耗してるかしてないか、消耗してるかしてないかっていうのはよく確認してから使ってみてあげてほしいんです。明らかに消耗してるのと明らかに消耗してないのだし、当たりがついちゃってるから、結局それで強く回しても力がしっかり伝わってないから舐めやすくなっちゃうんですよね。必ずそういう部分では、これアップの写真どうぞご覧になってください。消耗している工具を使うと結構高いパーツが台無しになりますので、そのあたりはぜひ高い工具を使えっていうことじゃなくて、安い工具でもしっかりと面が出てるかなとか、精度がしっかりあるかなっていうふうな形で信頼して、えいってこう力を入れられるような工具をぜひ使ってあげてください。じゃあ実際にちょっと組んでいこうかなと思います。これは先にエンディングをつけた方がいいかな。こうですね。と合わせて、これもね、向きがあるからね、確実にこっちですね。です。ここはここまで締めたら、次は今仮止めの状態ですけど入れました。やっぱりある程度手だけで締めましたけど、もうほとんどというか全くガタありませんないんですが、ここからはい、閉まりました。こんな感じです。
かっこいいですね、やっぱり。で、このあと、ここを忘れちゃいけないんですけど、ここは今仮止めだったので、また T30 で T30 で締めていきます。はい、しっかり締まりました。とまあこういう風な形で、あとはフレームにこのクランクを戻してあげて、パーメーターの交換完了という風な形になります。いかがだったでしょうか。今日は、スラムの、アクシス、フォースアクシスの、パワーメータースパイダーかの交換のやり方 と、使う工具について変更点が以前とありましたのでご紹介させていただきました。アバブバイクビジョンズでは、スタイルのある自転車であったり、さまざまなハウトゥーなんかを、ご紹介させていただいております。何か、いろんなことを、チャレンジしていこうと思っております。何かご質問などございましたら、コメント欄の方からご質問いただければ、Q&A でお答えさせていただいております。もしこういう風な投稿が面白いよっていう風なことであれば、ぜひグッドボタンと、チャンネル登録の方をご活用ください。最後までご覧いただきありがとうございました。